雪だるま小僧。健太郎、さあ行くわよ。うん、お姉ちゃん。久しぶりに積もった雪。お姉ちゃんのかなこちゃん、弟の健太郎くんは大喜びである。よいしょ。完成。ではここで健太郎に謎なぞです。謎なぞタイム。問題。お日様に当たると小さくなって消えてしまう白い顔のものなんだ。雪だるま。正解。では雪だるまくんに問題です。謎なぞタイム。問題。嫌いな人がいない冬のスポーツなんだ。ははは、雪だるまにはわからないわよ。スキー。え？スキー。正解。雪だるまくん、話せるの？はい。ケンタロウちゃんに問題です。謎なぞタイム。問題。冬は裸だけど夏は厚着なんだ。ミノムシ。ブブー、外れです。答えはキーでした。ケンタロウちゃんは雪だるまになります。ダダダ。じゃあ雪だるま小僧くんに問題です。もし雪だるま小僧くんが間違ったらケンタロウを元に戻してね。はい。問題。冬に食べても夏という丸いお菓子なんだ。ドーナツ。正解。やりました。2問連続正解で人間に戻れます。はい。どうも、おっさんの宮台な駒ヶ岳でーす。ひゃー。雪だるまをバカにしてひどい目に遭いました。は？僕は今から人間に戻るための旅に出ます。え？ケンタロウ、カンバーグ。ケンタロウくん、達者でな。こうして雪だるま小僧の旅が始まった。みんなもなぞなぞを出す雪だるま小僧に会ったら頑張って答えてね。僕も楽しいなぞなぞ考えるぞ。チャンスを大切に。